廊下、あれだよね。廊下村だよね。石はいろんなバージ朝ョンがで来どうましてた。も炙りっていう行動が必要になってくからどこでも出るけど。昨夜は占誰も死いにま師せはんでした。ね、当人は滅多に出ないけど。5番のプレイヤーは発言し発て言くしだてくさい。ださい。ないはわい、けで占はいな師い。7番さん白ね。7番さん白、把握お願いします。もう例のサクッと出てきてください。潜伏とかね、はっきり言ってさっきすっごい邪魔でした。はっきり言うとね、ストレートに言うと。で、カリドもね、基本は出てきてほしいけれど。しますので、出現が何とかと言っても、しょうがなくない？だって知らない人だもん。そこらなざるを得ないしさ、いろいろ考えなきゃいけないんだから。ということで、はい、7番三四郎です。よろしくお願いします。余計なことは、村は絶対しないでください。66番番は学習すのるプ方レイや。ヤーは発言してくださいあと、役が乱転しなきゃダメだから。役が弱いと無理だから。役が弱いと無理よ。ゲームは。乱転児とか組めないで6理由番投票でしてす。たよらろ無しく理おだ願よ。いいちゃたんしとま意図をす。持って釣らなきゃ。この役のまあ、中特のにイございメーまジせん。で。ラムチラブさん、僕の右側の人が、あ、お帰りなさい、ラムチさん。9番さんと、3番さんが、何こいつ接続切って、嵐？こいつ釣ろうぜってチャットしてました。7番のプレイヤーは発言してください。お願いします。まあ、何の話してか分かんないですけど、6番さんに関しては、はい、5番さんが僕、白ね、はい、僕、霊ね、あ、チャットは2周目か。じゃあいいよ、2周目出てきて。はい、太鼓いるんだったらね、はい、よろしくお願いします。僕、霊能なんで、はい、ランテージ、しっかりさせていただきますから、はい、よろしくお願いします。8番のプレイヤーは発言してください。5番さんに言うと、7番、9番、3番、そんなこと言ってませんでした。ぐらいです。なんか、面白そうなんで3番さん釣ろうと思います。以上です。9番のプレイヤーは発言し発てく言だしてさくい。ださい。これ以上3番さんには触れんときますね。いや、6番さんには。自爆しなければあれだと思ってる。6た番まさんっにても5番疲さんのれる話よ聞いね。てないですよね。そうではね。なくて、聞いて自ないよ爆しね、ないか6ら番苦さ労んで調ね。べんじゃなくても。どうなそんもだそもよ、人こ狼れ。の発いや、言何はしおてんかの、しにな本当っに。てっるて思っから。たけど。本当何してんそのっもそても思った人け狼ど。は釣られるレベルの発言になってるあから。もうすべてが。どうしよう。これ、ちょっと釣ら6れ番てもいいさとん、思って、ね。不思議ごなめんなさ発い。言連発だから。話聞けてないから。そっちの方で見抜かないと。だって人狼でも別に、やるときはやるから、自爆をしあ、てまあ、なそういそかう、ら、じゃあ、人ちょっと狼待っとは限て。らないで、から。2人以上だから、やばいよね、これ。やばい、それやよばりい、もこの精人度種がは高何いとのか。は、1番発言が釣らのれプるレけイどヤー発は言か、発そうじゃ言ないしかてがく見だえさる。い。占い師で九州なんだけど、何？接続切れが見えてるの？いないっすけど。ちょっと意味がわかんないっすね。ちょっと対抗の5番さんは。霊能でムカついたみたいな。2番さんみたいに新規の人もいるんで、自分がそういう立場だったら不快だから控えてください。人外だからって何してもいいわけじゃないんで。で、どういうことですかね。6番さんの発言をもとにみんな考察していってて、6番さんはふざけて言ってる人物やなと思ってたから。1なんで、猫、にゃんにゃんの日なんですよ。2番さんが可愛い猫の鳴き真似してくれたら、2番さん好きな役で出てもらったら、それ嬉しいと思いますよ。シンかもしれないけど。2番のプレイヤーは発言発して言くしだてくさい。ださい。狩太鼓いたら釣ってくださいね。よろしくお願いします。68、どうなんでしょうかね。精査は何ももう分かり知らまないせよ。んね、ふざけていたの知らないで。よ。もうふざけてたら知らない。
ちょっとわかりませんね。私が狩人だっていうことしか自分にはわかんない。はい、それぐらいです。以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。占い師ですね。はい。言いましょうですね。はい。というのは冗談ですね。2番白ですね。はい。うん、ということで冗談ですね。にゃんにゃん言ってる2番が白なんで新吉ですね。はい。そうですね。まあ今日6番釣りましょう。はい。5番が、どうなんでしょうね。狂人なのかね。初めに出てるんで。で、1番が人狼で、ね。まあ、9番に注意してる感じなんで、まあ19はなさそうなんで、まあ仮で9白打っとこうかと思いましたけどもね。まあ、真実の色出しますから。案が2白ということでね。じゃあ6番釣りましょう。わけわかんないんで。うん。まあ、5、6、1、6ともにありますね。うん。ね、9番、3番を釣ろうとしてる。これは陣内です。6番釣りましょう。4番のプレイヤーは発言してください。はい。役カミングアウトないっすか。ないっすね。このまま進めますね。5が7白で、1が9白で、7で2、騎士でしょ。で、3番は9に白を打って嘘、2に白を打って嘘っていう状態でしょ。3番は やろうと思ったのっていうとこが思いますね。まあ6番が聞いてなかった人物っていうだけであって、それ人外要素はないからまだ分からんし、8、9に対しての精査もどうだろう、分からんっすね。めちゃくちゃ色をして3番スライドした時点で3番って何者なんかなっていうところで、そこ以上のやつは引いてないですね。引いてないっていうか考えてないな、まだ。5番のプレイヤーは発言してください。はい、これで決定でよろしいですね。3番さんって何なんですか。最高の1番が出てて9番白で、そこでどうして1号があるとかになるんですか。まあ、この後4番さんに出るかもしれないっていろいろ考えたのかもしれませんけれども、よくわからないムーブで、じゃあ6番釣ります。それだけじゃ村は納得しないんです。1号があるとか、5と1って対抗なんですよ。じゃあ3番さんってあなたは一体何者なんですか。そういう話になっちゃうんです。できれば今日3番さん釣りたいと思うんですけど、ダメですか。6番のプレイヤーは発言してください。なるほど。すいません、あなたそれやる意味あるんですか。9番白って語る意味、あと小さいんですよ声が。スライドしたんですか。もうスライドしたならなおさらさんずりですよ。早く自爆しなさいよ。あなたの狼ってすぐ透けるんですよ。早く自爆、それ自爆、3番さっさと自7番のプレイヤーは発言してください。まあ相変わらず6番さん精査不能なんですけど、はい。まあ3番さんが2白い、それって何何がしたいのかよくわかんないんだけど、2白でいいのね。そうだったら3つるよ俺、悪いけど。なしでしょこれ、ちゃうの。うんって話になっちゃうんだよね。だって2狩りでしょ、で2白出してるから都合のいいところに白出してるって思われてもしょうがないじゃん。まあ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 38番のプレイヤーは発言してください。まあ3番釣りでいいんじゃないんですか。ただ浜田さんは9番にしろって言ったり2番にしろって言ったりした後に真実の色は後で言いますから、
4番さんはなんか真面目にやってるから4番なんかなって思いました。それぐらいです。あと9番さんはなんか6番にこれ以上情報を3番さん、さようなら。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ちゃうねん、ちゃうねん。6番さんってさ、5番さんの占い事象さっていうのを知らんかった人やろ。だから5番さんの色を見えてて、わざとそういうふうに言ってる可能性があるかなと思ったから、6番さんに5番さんが事象占い師っていう情報を落とさない方がいいんかなって。三四郎で7番さんが霊能者でしょ。だからもう全員潜伏するんかなと思って、ナバさん出てくるのってやけど、そこで1番さんとか出てくるんやとか思ってて、いや結構合心あるかなってずっと思っててんけど、どうだろう、3番さんってそういう風にしたら自分が占い師に見られないって知ってるし、結構グレーが3番さん釣りをしてる中やから、超人じゃないこれ多分、こうそういうムーブをしてる。だって、まあ、C の占い師には見えへんねんけど、3強じゃないのかな、たぶんね。1番のプレイヤーは発言してください。意外と降りてるんですけどね、3番さんで。4番は釣りたくないなと思ったんですよ。その処理は知ってるから、言ってなかったなって、村に関しての情報、村すらとかそれ系ね。だから4番さんがローの時って3番、1番、3番を一番釣れやすく、いい位置に持っていきやすい人物やから、4番さんはないかなと思ってます。木間さん、いけず。ね、意味がわからなくて、やめてほしかったっすね、そういうのは。5番はね、3番に対して、あ、不当なんすよね。3番さんって最初スライドじゃなくて3、4の時の話をしてたから、それ以降突っ込み入れなかった6番、まあ、7番はまあまあ5の相方6、8なんかなとか思ってますけどね。にゃんにゃんさんどう思います？2番のにゃんにゃんさん、あ、この後しか発言できないのか。にゃんにゃんさん、決めてもらっていいっすよ。3番さん、釣ってもいい。2番のプレイヤーは発言してください。どうなんすかね。まあでも、6番のプリティがこんな声高いんだと思って、ちょっとね、びっくりしますね。声高い時もあるんだと思って。その関心がちょっとあったんで、あんまり聞いてないですけど、イチゴはまあ、どっちなんですかね、芯がね。うん。って感じですかね。いや、今日は別に4以外の3、6、8でランすればいいんじゃないですかね。うん。ちょっとわかんないですよ、これは。6番、精査不能。8番、ちょっと真面目。さんまさんのね、1周目、ちょっとちゃんと。発言してたっけな、うん、今日は3、6、8でいいんじゃないですか。これ4でお願いしますね。4がローだったらもう縄は到底届きません。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ大丈夫ですよ。今日6番釣りましょう。一縄で終わりますよ。うん、もう6番の発言ってどこに精査してますか。だからあまり4、8、9は追ってませんけど、まあ6か8でしょ、普通に考えて。だから6釣って8の色を見ればいいんで。まあ1番、5番はいけないと思いますよ。芯が私だってもう分かってますから。今日6行きましょう。2番からお墨付き得たんで、6、8行っていいっていう5、サインが出たんで。うん。6番の色を見て、8番の占います。この2人の中にいますよ。どちらかに村がいるなんかもう恐ろしいなと思ってますわ。だからもう4番、9番がローだったらほぼ負けだと思ってます。もう6釣って8占いします。まあ、5番か1番の強人はいけないと思います。6、8なんてもうとてつもなくドス黒だから。しれっと4番、9番に投票するかもしれないですよ。この瞬間に強人がつきますからね。まあ、6番行きましょう。6番行きます。4番のプレイヤーは発言してください。
3番さんって一応占い自称者なわけ？にしろなの？キャンセルしたはずだけど。悪いけど3番さん行くね。うん、あの3番さんはスライドしたと思ってるから、あのまあ人は、はい。で、2番7号へ、もしくは1号どっちか審議ついたら守ればいいんじゃないかなと 思いますよ。はい。ちょっと3番さんのムーブは分からんっすわ。申し訳ないけど。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。あの4番は何を言ってるんだろうって俺、あの占い師ですよ。2番白って言ってるじゃないですか。一郎かと思って9番の叩きがあったから1球は見えなかったから語りで9番白入れてるけど、本当の色を出しますと2白と。はい。で、まあ、5番、6番、1番、6番どちらもあるんで、あと8番が謎の放棄してるんで。だから4番、9番は基本追ってないですよ。占い師って言ってるのに何を言ってんだろうなと思ってますよ。はい。だからもう6番か8番で、6つって8占ったら可視格でしょ、これ、ほぼ。なんで3戦ですよ、っていう。誰が見ても私が真理しかないじゃないですか。6と8の発言聞きました。で、1号さんの審議もしないで3番釣りますなんて言ってる。ね。9と4ってまともにやってましたでしょ。うん。だからもう6か8にローがいるんですよ、これ。なんでこの6と8の、どちらかを、どちらかの色味すれば終わるゲームを、こんな3戦ですか、シーンを。はい。夜が来ました。目を閉じてください。されたネタ的なもの知ってる人もいたからよかったわ。軽くまず釣られて、あと騎士もなんかで謎に出たからよかったわ。炙りをする必要もなく行かれた。まあ俺の仕事は半分終わったね。もう疲れるわ本当に。やらしてみたね。どうもマジで疲れる。変身か。見てみるか、やゆみこ。朝が来ました。90連しか引けないけど。当たんなかったら次の新キャラにかけるか。昨夜死んだのは、2番。4番のプレイヤーは発言してください。黒団、進路路追いますか。そこだけ7番決めればいいと思ってますよ。まあ、ちょっと待って、占い結果見てなかったわ。4白6白ね。申し訳ないけど、そんなに、グレーすら落ちてないから、占い審議って余計難しいと思ってるから、はい。とりあえず、3は6投票、8は放棄。蜂が放棄したから新郎っていうのもありえるくはあるけど、まあグレーだったなんか8番でずっと放棄してんだけど、なんでこの人放棄すんの。毎回毎試合もう1に関しても新郎あるか。さっきのゲーム2日目は、まあ、占い値ももちろん言ってほしいけど、グレーに関してもこの人はさっきも初日は放棄してる。精査できたらしてほしいかな。難しいけど、ね、けど2日目は投票したけど、さっきなんで初日投票放棄してんの。5番マジでわかんないんだけど、のプレイヤーは発言してください。4番さんらなってる理由は2番さんが4番さんがただ新キャラが引けなくなるぞ。まっとうでここが狼だったら手が届かないよねって言ったから4番さん占いで4番さん白です。はい。うーわー、3番の相方です。って言うかなと思ってんだよね。
相方で一番強靭3級狼とかないよね、8かな。でも4と9は村だって言ったけど、だからちょっと4番その色も気になっちゃって、4おかしいもん。3番に行けなかった8番さん、どうしてですか。ええ、今日切ってほしいけど、グレイスだと8だよ。6番のプレイヤーは発言してください。これ新たなるバージョンだね。語りを入れて新名を出す。9分ったら終わるって。もう絶対3級だから。新たなるバージョンやね。語り入れて新名を出す。1周目でもう大体さす、うん、要するに俺の役目っていう重要な役があるから、語り入れて新名を出すバージョンまで、その情報を取らない。もうこのデメリットしかない。新たなる技を出さない。村にとっても俺が仮に5番の発言を聞いてようか聞いてやかろうかさ、デメリット発言しかしてないよ、9番さんじゃ。で、もう3番なんて発言がもう完全に偽なわけよ。で、その3番が9しろって言ったのに2しろでしょ？もう3期。だけ俺が自爆煽ってんだから、もう3番狼だって、もうスケスケだったでしょ、皆さん。僕はすぐわかるんですよ、3番さんの狼が。はい。キモさん、ジーバーク、それ、ジーバーク。7番。のプレイヤーは発言してください。いや、6番さんがね、まあ、6番さんで、1番さんが6白出してるから、1番さんのね、ロゴを加工に来たっていう目線も上がってきちゃうんだよ。だから8番さんの言ってる5番さんが指摘は、それは俺は間違ってはないと思うけどって感じで難しくなっちゃうんだよ、お前。わかる？ 6 番さん、そういう。ああ、すっきりした。もうせいせいしたわ。もうほんと肩の誇りを取ってるよ俺今、ほんとに。ああ、さまさくよ、よかったってことで、はい。まあ9番さんに関してはちょっとわかんないですけど、まあ1号星さんまだつかないんじゃない。じゃあグレーから行って8から行くの、どうすんの。8番のプレイヤーは発言してください。はい。なんかどうせ3番つる議論やし、ちょっと出かけるんで頭洗ってましたぐらい。真面目にやってもどうしゃあないなと思ってるから。3番つりますと俺初週から言ってて、2週目も言ってて放棄をしてるから8番なんだ。髪の毛洗っとっただけじゃん、ほんまにって言ってるやん。だから9番2番うんぬんかんぬん、3番なんか最後に本当の色は最後に言いますから、キリみたいな感じで言ってたから、ああ、こいつ人外の時そんなんするなと思ったから3番取ろうと思ったね。5番から取ろうかな。はい。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。新老老6番強靭かなって思ってるんですけど、私は別にいいけど、出し取られてもその場合って、まあ、5番さんが6占い1が8占いでいいんじゃないですか。私あんまり4番さんのお金を吸った時の出し視点で新老老があるんじゃないかなと思ってるんだけど、だから5番さんが言ってたその6は弾くんやと思ったとこはちょっと違和感やから、どうやろう、3号とかもあるんかなと思って。でこの盤面ってどっちか占い師っぽい方かまの無理じゃない。1視点の6占いは分かんないけど、私5番さんの4占いっていうのが分からへんねんな。4番さんが強靭に見えると思ってるんですけど、もう釣りに飲もうか。全然多分私結構進路論に見えてんねんけど、あ、ちょっと待って、1番さんに対してちょっと聞きたいことあるんだけど、1番さん視点さ、あの4番さんの資料数上げたのって1番さんやったっけ。なんか3番さんを安直に釣らへんのが、あ、違うな、この場面違うな。でもあってなったら3番さんを簡単に釣り下ろさなかったとことか、なんか言ったの誰やったっけ。それ誰やったっけって言った、誰やったっけ。別に私釣られてもいいねんけど、マジ新老老ちゃうんかなと思って。いや、カモやろ、この
え、このあれで三番さんの狼が釣られてるときに五番さん一番さんに新規を出てる視点で、え、しかも偽っぽいなと思っちゃった。合心かなと思ったけど、1の6あらね、普通、え、マジで普通やと思ったから自信なんかなってちょっと思ってきちゃってんねんけど、小林さんなんで6を弾いたんだ、なんで弾いたんだ、そこが分かんない私。1番のプレイヤーは発言してください。4番さんがローの時に、まあ、3番さんがするんじゃないかやから、まあ、組み取りがちょっと極端やけど、9番さんは釣れるだろうとは言ってないですよ。ただそれに近い発言は俺はしたよ、2巡目にね。で俺新郎郎かなと思ってるんですよ。でそれを開けたらやっぱ4番さんって白いなとも思うし、5番さんってやっぱそれに気づかれたくないからその発言なかったのかなと思ってて、風呂入ってたとかこの適当な感じって、だからどうにかして自分に視点向けさそうかなとしてると思ってるんですけど、で俺9番さん白知ってるんで、今の発言からもやっぱ強靭要素ないと思ってるから8強5三ローローかなと思ってるんですけど、俺は5番さん入れますよ、あの陣が確定してるんで。投票を始めてください。8番のプレイヤーが選ばれました。八釣り、ちゃんと釣り切れよ。八番のプレイヤーは発言してください。やばいな。占い釣り切れよまず。何してんだよ。まあ五番に絶対もするだろう。何食べてんのまず。一番も一番で。これ。あのさ、お昼の時間帯だけどさ、食事しながら物食べてんじゃねえよまず。驚くわ。何見てんの？だから食べる、だから釣られちゃうんだろうよ。だからこれで8番白分かったわけやねんから、本当にだから1番が真やったら6白見えるで、9番白見えるで、3番狼、5番狂になって4くらいやけど、それくらい。まあ多分5番にしてちゃう。さよなら。夜が来ました。目を閉じてください。歯磨きしてんのか、物食べてんのかよくわかんないんだけど。適当すぎて言葉出ないわ。あくも村陣へ引いたらもう頑張ったらいいのに。結構ね、頑張らないんだろう。泣きで帰るっていう。なんだよこの投票、なんだよこの投票。朝が来ました。耳だれすぎて笑った。昨夜死んだのは7番。耳だれすぎて8番って何してんの俺。笑ったわ。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まあ4しろやろな。で、6番が多分強靭やねん。6番は強靭で新ローロ確定やねん。だから8番釣るっていうのはないくない？ 4 番さんに強靭目がないろ。で6番って9番釣りをしろ。私釣りの無まで言ってるけど。で、新ローロをちゃんと願えるわ。私は6番が強靭しか見えへんから、これ1号の精査やと思ってねん。これ安定進行で9釣りましょう。だったら6番が強靭しようして終わりやねん。これわかる？ただ、私は、5番さんの方が偽じゃないかなって思ってる。4番さん1言ってたけど、いや、わからん。5の4占いって私は納得いかへんのよ。絶対私占いになったはずなんよ。の段階で、
2セアと思ってるから、3号ローラーと思う。4と6が4番さんが私に来るって言ったら、5号機します。で、1号精査。でも7番が偽だから、いやからおかしいだろ、8番が心霊だろ、これ。おかしいだろ。おかしいの、圧倒的に5。8番さん釣るのはなんかなかったから、それを、ちょっと待って。1が5いってんねやろ、昨日の時点で。ってことは、5つって終わらんかったとき、1番さんまで釣られるってことやろ。やんな。やっぱ 5にせか。3号ロール6強陣提出します。4番さん私釣るって言ったら、もう放棄するわ。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。なんか、わけわかんない。なんか、その、6番さんに、フォーカス当てられて感情的になってんのかなんかわかんないんすよね。人外でやってんのかって。ただ白なんすよ。で469白でもう5黒なんすよね。で、まあ、コインナイスマズってきます。で、俺絶対4番さんと切って3番さんは絶対スラしてたんすよ。占い師で出てる体で話してたんすよね。あれって違いますかね。51のローローがない。あ、逆か。まあでもそれがちょっとよく分からなかったんですよね。なんか辻褄が合わない発言してたんですよ、5番さんって。じゃそれもあってローローかなと思ってたんですけど、まあ、結果的にそうです。4番のプレイヤーは発言してください。はい、5目線も新ローローがなかったら9黒でしょ。まあ1号審議でいいんかなと思ってますよ。まあ、昨日1行ったのは、まあ、5番に9占ってほしかったかなって、まあ、どっちでもよかったけど、この盤面になるから。まあ、1。って結局思ったけど、どっちでもいいやと思って押しました。1号の審議ついてないですね。はい。まあ、進路論なんじゃないですか？ 3 番さんのムーブ考えたら、はい。1号に行ってください。6番9番は1号に行ってください。必ずグレーに行かず1号を決め打ちます。最悪決め打ちます。5番のプレイヤーは発言してください。9番さん4番さん占いは2番さんが4番は真っ当だ、でもここが狼だったから手が届かないからなって言ったから4番占いをしたって、それ1から説明したんですけど、あの耳垢でも溜まってんのかなと思って聞いてましたね。で、あ、9番黒いからですよ。はい。そんな簡単なことですよ。はい。で、6番はなんで疑わないんですか？ 3 番が6番をどうしても釣りたいって言ってるからですよ。36に見えますか？はい。そこです。なんで私の占いにいいんですか？あなたは釣り位置ですか？ないんですよ。で、8番に釣ってるよ。簡単ですよ。あのね、投票放棄。もうずーっとずーっと。そしたら、サラフジロロ1強陣とかもあんのかなってこっちは見えちゃうんですよ。はい。で、初日、7しろ。4しろ。6しろ。で、8で終わんない。1って、で、なんだっけ、4白く言ったの誰だっけ、3年とか、1番だよ。1番言ってください。終わんなかったら消え。6番のプレイヤーは発言してください。いや、あのね、山本さん大丈夫だから、急釣りして終わんなかったら5番釣りだけだな、こんな。今日1号のせいじゃない、急釣りね。9番が黒いから。そもそもね、9番さんって、新郎を追っといて、投票位置6番だよ。4番さん。新郎を追ってる人間が、6番投票してるんですよ。4番さん。で僕はね、もう2周目で結構確信したのよ。もう3強狼だって。なんか3番の、なんかね、白に、なんじゃないですか。俺結構もうね、1周目で3番人狼だなって思ったのよ。ぶっちゃけた話。もう3番ってもう人狼の時ああいうことするから。
ああ、もう絶対これ人狼だって。そんでさ、3番の人狼分かってる6番がさ、ね、狂人で、ジーバーク、それジーバークって言うと思う？もうその発想自体が、もう9番さんが人狼しようと思ってるから。で、まん、で、人狼だったら、俺4番の狂人ってのが5番つって終わりだ。このままの唯一の勝ち筋は9番つって5番だよ。俺が一番強い、進行としては。で、イチゴの星座って言われたら、僕はもう1番を思いっきり釣ります。なぜなら9番が多くだと思ってる。もう答えがそれなんですよ。だったら、1番も昨日9番を差し出すべきだと。1番、3番の新郎郎は、まだ 120% ないから。1番、5番投票してることだ。ただ、僕は9番が多くだと思います。だから、4番さんも僕を信じて、9番釣って、終わんなったら5番行きましょう。一番さんも死んだったら、9番投票してください。で、明日、必ず5番釣ります。ワンダだったら。あ、新ロールだったんだな、って安心して5番いきますよ。投票を始めてください。はい、50連引いちゃった。あんなかった。もう50。百日持ってっから、ヨーヨーが重なってもしょうがないしね。試験とかもしね。一番のプレイヤーは発言してください。無理っすよ、六番さん、それは。だって俺の視点上もう5はローなんすもん。9を差し出せって言われても9白やから。だって結果的に俺つら、4番さんか。4番さんの中で審議ついてなくてなんで俺なんだよ。3番のあの行動でどっちの方がさ連携取れると思う。60であれば俺は3番の発言を当たんねー原神占いローラーだっていう風に飲み応用が2つもあった。になったけど、ラインも切れるっしょ。5番の方がリズムが合ってないんですよ、ね、3番の発言の拾い方。5番のプレイヤーは発言してください。あれ9番さん、9番さんちでさ1位って私釣りでもいいんじゃない？だったら何来ちゃってんのねえ。1位って追わなかったら9って言ったよね。6番さんもさ1位ってで終わんなかったら下絶対9が 100% ね、狼ってなるんです。見てごらん、このね、1、9がね、来ましたよ。もうやっぱね、9番、言ってね、なんで知られないんですか？あなたは釣り1だっつったよね、私は。はい、だから、私は2番さんが4番が、今日1ね、6番さんも1。で、明日終わんなかったら9。この1、9が小汚いぐらいのね、本当にね、連携プレーでね、1って思わなかったら9だからね、絶対今日1ね。投票を始めてください。あれだな。よし、奇跡あるもんですね。四神ごめんってどういうこと？夜が来ました。目を閉じてください。え、何が起こったのこれ。何が起こったの。四神でしょうね。四番噛まない。どこですか。なんだこれ、どういう展開これ。ごめんってどういうこと。まずワロタもどういうこと。ごめんとワロタって何。6番は何、強靭にしようってどういうこと。4番は4神でしょうね。4神ね、強靭かローか分かんないけど、6と9こんなに使用してんのこれ。
え、4番の投票と6番の投票はどう？ 6 が1、4が 5？ 変わったのこれ。朝が来ました。変わったんだ、本当に投票行動が。4番が噛まれるわけ。昨夜死んだのは。なんだよこれ。5番。なんだよこれ。ありえねえだろ、まず。4カンドギはいいだろうよ。6番。マジでのプレイヤーは発言してください。いや、マジか。マジか。一応さん、ちょっと嘘でしょ。マジ、俺、超絶似てきじゃん、一番さん。おい、まこ。いや、参考にしか見えなかったよ。おい、こっちのセリフだよ。お前はこっちのセリフだよ。なんだよ。危なかったじゃん、マジで。危ねえ。恐ろしい。女性はね、迷って放棄することなんですか。なんかメンタルがわかんないんだけど、本当に迷って押せないといけない。よくわかんないんだけど、その思考は。プレイヤーはどっちか言えりゃいいじゃん。いやーごめん、6の狂人分かってたからさ、4番さんに滑って回そうって、6放棄すると見て、私放棄したから4番さんに任せようって。悪戦だったみたいね。横番さんしんどいって、私黒じゃない。でしょ、じゃ4番占うなって、それやったら。4番の黒持ってないし、私8番の黒持ってないし、6番強心じゃないかまで言ってるんですけど、どこがどす黒いねん。1番のプレイヤーは発言してくれてる。この戦いはあるんだけど、1戦目思い出しますね。なんかやっぱ感情、5番と9番の戦い、感情の揺さぶりはね、5番と9番の戦いがおもろかったね。それは同意やね。4番のプレイヤーは発言してください。はい、ごめんなさい、間違えました。1番行きやがった。5番さん引っかかってたのって、あの占い理由は4番初日わかるんよ。それはね、5番さん目線で7が言ったから4、あ、ちゃうわ、2が4白いって言ったから白狼ケアで占いましたって言ったんだけど、それってそのいいよ、ただね、はい、5が例えば新占い師の目線だったら3番の行動ってめちゃんこ強靭に見えるんよ。グレイチから見ても3番の行動って強靭に見えるんよ。ということは2日目ってあの強靭に見えるから、1号ってあの 次の日もローラー続行される確率が高いから2分の1で自分に来るから、あ、ダメ、いるわ、6れまで。4が白狼狼じゃないかもしれ、狼の可能性があって占いましたって言うじゃん。それって3、狼って透けてないあなた狂人ですかってグレーの目線になるから、その精査は多分私は間違ってんじゃないかなと個人的に思いますね。4を占い能力行使しましたってことは、あなた2日目で絶対釣られないっていう前提ですよね。何も考えてないんじゃない。能力者だった場合だったら占いって好きなとこ飛ばせばいいと思ってるから、まだ2日目を生き残る可能性高いからね。多分3番ってあれ強靭コードだと思ってました。色見て黒だなって思ったけど、3番めちゃくちゃ強靭だったんです。色見て黒だと思ってたか、まあ、1番に行きます。黒だ、黒って出してんだから、霊能は。投票を始めてください。黒だよね。黒じゃなかったら霊能が偽物になるよね。ここで票が合わないで負けたら笑うけど。71、もう第一天井すぎるかもな。1番のプレイヤーは発言してください。次の新キャラやろう。村としてはね、1回目は仕方ないけど、はい、時短でいいです。そしてね、9番のプレイヤーは投票を始めてください。70、ほんと当たんねえよな。ゲけどさ、バレた。9番のプレイヤーが選ばれました。何を聞けばいいんだろうか。嫌なこと言ったら、9番
のプレイヤーは発言してください。なんか5番さんが4番さんほんまに占ったからなと思ったから、もう4番さんに任せようと思って OK してんけど、まさか6が投票すると思わんかった。夜が来ました。目を閉じてください。大巫女当たった。80連でわらわはなんとかじゃ。うん、あのね、悲しいこと言うんじゃねえよ。まず俺の役が重要な役なんだよと思うでしょ。うん、あのメインでやってるのは1番6番だよ。俺の役が意外と重要よ。俺霊能シノロそれで勝ったから、こんなわけないだろうって、そんな組み合わせないだろうって思ってた村の人がミスリーして負けたよ。こんなわけないだろうと思わせることが大事だね。奇襲というのをね、奇襲こそが大事。歩み子を取っちまった男、雷のサブアタッカーとして、これからもしかすれば火の国に行って過負荷反応、雷と火の反応が来る可能性があるから、ね、雷と火の反応が栄えている可能性があるから、ね、雷サブサポーター、サブアタッカーとして私は昨夜死んだのか。入させたよ。歩み子も育てなきゃいけなかったわ。どうしよう。もう先生、いいんじゃない。ゲーム終了。人狼の勝ちです。これが奇襲攻撃。